吉田洋が31日、インスタグラムを更新し、ソファで眠りこけた自身の写真を投稿した。シャープ不適切見た後、シャープ寝落ちしただけの写真、シャープソファーで爆寝、とのハッシュタグをつけており、TBSK で29日に最終話が放送された連続ドラマ、不適切にも程がある。お視聴した後に寝落ちした際の写真と見られる。プロみたいな写真を撮る友達のカメラセンスタルや、 マイフレンドオーウェイズテ o クスプロフェッショナルフォトスと綴っており、友人に撮影されたようだ。吉田は劇中で、俳優の坂本愛と15、が演じた咲坂清の母栄を演じた。コメント欄には、栄さんかわいすぎてかわいすぎてかわいすぎて大好きです。寝顔も美しい。など3時のコメントが相次いだ。